ソースがかけられたトンカツ弁当。弁当には小分けのソースが添付されていることがある。ウスターソースは野菜や果実などのジュース、ピューレなどに食塩、砂糖酢、香辛料を加えて調整、熟成させた液体調味料。日本の行政上では中濃ソースやトンカツソースなどの濃厚ソースもウスターソース類として扱われており、 それぞれ粘度が定められている。日本語で単にソースといった場合は一般にウスターソース類全般のことを指し、ウスターソースといえば競技のウスターソース、つまりウスターソース類の中でも粘度の低い製品を指すことが多い。ウスターソースは主に西日本で好まれる傾向にあり、関東地方以北ではソースといえば中濃ソースが一般的であるため消費量には 差がある。ルネサンス期、宮廷ではソース研究がされ、17世紀には一般家庭でも独自のソースが作られるようになった。19世紀初頭にイギリスのウスターシャー州、ウスターの主婦が食材の余りを調味料と共に入れ保存したままにしたところソースができていた。このことがウスターソースの始まりとされている。1835年頃、 当地のマーカス・サンズ卿がイギリスの植民地であったインドからインドソースの作り方を持ち帰り薬剤師であった二人の人物に依頼して作らせたことがきっかけで商品化され後に世界初のソースメーカーであるリーペリン社が設立されたリーペリン社によると二人の薬剤師は最初に出来上がった試作品を食することができないものとみなし倉庫に放置したが 数年後に倉庫を片付ける際に再度試してみたところ、長期発酵を経た試作品はまろやかで微妙に変化していたという。現在では、リーペリンブランドのウスターソースがイギリスのみならず世界各国で広く使われているとともに、日本や東南アジアでは独自の製法が生み出されている。ただし、リーペリンソースはその製法が現在でも社外費とされている。 もっとも無数のソースを生み出した料理大国であるフランス人はウスターソースを万能として使用するイギリス人を揶揄的に百の宗教があるが一つのソースしかないと表現している。イギリスのウスターソースは主原料にモルトビネガーに漬け込んで発酵させた玉ねぎとニンニクの他アンチョビ、タマリンドや多種のスパイスが使われているが日本のウスターソースでは アンチョビは使用されず、香辛料も辛味を抑えマイルドに仕上げられているものが多い。イギリスでは、シチューやスープなどに数滴を落として風味をつけるなど、料理の隠し味として使用されることが多いが、日本では揚げ物、お好み焼き、キャベツの千切りなどにたっぷりとかける。かつては、カレーライスにかける卓上調味料として定番であったほか、白飯にかけて、 ソースライスとして食べる例も見られた。こうなった理由は、以下に見るように、ウスターソースが日本の醤油に似ていたことから西洋風の新味醤油などとして一般化したためと考えられている。日本では、その後、このウスターソースに派生する形で、トンカツソースや中濃ソースが考案され、広く普及するようになった。日本のお臨企画では、1、野菜もしくは果実の作中。 煮出し、ピューレーまたはこれらを濃縮したものに、砂糖類、食図、食塩及び香辛料を加えて調整したものに、1に、澱粉、調味料等を加えて調整したものを、ウスターソース類と定義する。ウスターソース類は粘土により、ウスターソース、中濃ソース、濃厚ソースに区分される。調味料としての消費量は大きく、主に飲食店や家庭で使用され、 調理時の他醤油雑誌で食卓上に並べられていることも多い。関西圏を中心とする西日本の家庭や大衆食堂では単にソースといえばウスターソースのことを指すほど定着した調味料となっている。日本にウスターソース類が登場したのは19世紀末の明治時代である。現存する最古のソースメーカーである神戸の阪神ソースは創業者である。 安井隆七郎が1885年に業務用として開発販売したソースを日本最初のものであるとしている。また、山瀬醤油の七代目、浜口義平も米国有学時代にソース製造に着目し、その意思を継いだ高島小金地と八代目義平が1885年に三角ソースを発売、新味醤油として商標登録したが、 当時の日本人の口には合わず1年ほどで製造は中止されたという。当初は受け入れられなかったウスターソースだが、1894年に大阪でツ谷ソースが発売され、洋式醤油と呼ばれ人気を博す。これを追うように1896年には、イカリソース、1897年、ヤグルマソース、1898年、白玉ソース、 1900年、日の出ソースと次々に市場に出回るようになった。1905年には東京で犬イインソースが、1908年には中部地方でカゴメソースが生まれ、明治後期には全国的にソース製造業が勃興した。これら初期のソースは現在の競技のウスターソース、つまり粘度の低いソースのみであった。粘度の高いトンカツソースは、 終戦直後の1948年に神戸のドーマン調味料研究所によって発明された。また、中濃ソースは1964年にキッコーマンから発売されたものが最初である。この頃から日本の家庭の食卓が洋風化したことにより消費量が拡大し多くの家庭に常備されるようになった。家庭だけでなく大衆食堂では醤油と共に食卓上に 常備されていることが多い。イギリスの元祖ウスターソースは、モルトビネガー等の食図及びアンチョビ、タマリンド、エシャロット、クローブ、玉ねぎ、ニンニク、香辛料、糖類、塩などを材料にしている。同様に、日本のウスターソースも、ニンニク、トマト、リンゴなどの野菜、果実類に糖類、食図、食塩、香辛料、澱粉、カラメルなどを加えて作る。 両者は外観、風味ともによく似ているが、日本のものの方がやや甘みが強く、辛みや酸味が控えめである。ウスターソース類は、ジャス規格上、粘度の違いにより、以下のように分類される。ウスターソースは、野菜や果実の繊維質が少ないため、さらりとした口当たりと程よい辛さが特徴である。揚げ物、炒め物などや、料理の隠し味として使用する。 中濃ソースは、ウスターと濃厚の中間にあたるソースである。繊維質は、やや少なめで、程よい口当たりと甘みが特徴である。揚げ物、料理の隠し味として使用する。トンカツソースは、果実を多く使用し、繊維質も多く含まれ、とろりとしたソフトな口当たりである。トンカツなど揚げ物のほか、お好み焼きや、ハンバーグなどに使用する。 また、トンカツソース以外にも、お好みソース、焼きそばソース、たこ焼きソース、ドロソースなど、ウスターソースから派生し、商品名に用途を冠し、粘土や風味を調整したソースもある。多くは、濃厚ソースに属する。一部の焼きそばソースには、粉末タイプのものが存在し、チルド焼きそばの添付品に多く見られる。なお、商品名に、ソースとついていても、必ずしも、 ウスターソース類に入るとは限らない。例えば、オタフクソースは、業務用のソースカツ丼ソース、焼きうどんソースなども製造しているが、これらは醤油などを加えた合わせ調味料であって、ウスターソース類には当てはまらない。調味料は、地域や個人により好みが分かれており、なかなか統一的ではない。ウスターソース類についても同様で、メーカーやタイプも、 地域ごとに受け入れられ方が異なるため、各地域でメジャーに思われている商品のタイプや、ブランドも異なっている。ソースメーカーは、関東と西日本に集中しており、北日本及び日本海側の地域にはほとんど存在しない。全国区に近いブランドは、名古屋のカゴメ、東京のブルドック、広島のオタフク程度である。ただしカゴメの知名度の高さは、 トマトケチャップなどソース以外の事業による部分も多く、また関東以北では圧倒的シェアを持つブルドッグも西日本では知名度が低い。これは日本酒における地酒のような地ソー図とも言える中小メーカーが西日本には多数存在し、それぞれの地域の味として根を下ろし地域ごとに一定のシェアを占めているという事情による おたふくももともとはそういったメーカーの一つであったが、広島名物のお好み焼き用に特化した商品で知名度を高め、大手の一角へと成長し、現在に至る。関東地方以北では中濃ソースがもっぱら好まれ、近畿地方異性では、ウスターソースととんカツソースを分けて使うことが好まれる。これは、濃厚ソースがお好み焼きやたこ焼きに必須であること、さらには、 中濃ソースの存在そのものが近年までほとんど一般に知られていなかったという事情にも由来するもので近畿地方に本部があるメーカーが中濃ソースを販売するようになった現在においてもこの傾向はあまり変化していない中京圏では濃い口ソースと呼ばれる独特のソースが好まれている名古屋では古くより八丁味噌やたまり醤油のように味の濃いものが好まれる傾向がある そのためソースにおいても、ウスターソースをより濃くした濃い口ソースが開発、販売されるようになった。愛知県に本社を置く、食品会社のカゴメや香味などから販売されている。戦後長らく、アメリカ軍の施政下に置かれた沖縄県においては、国産ソースはあまり普及せず、酸味が強く、アメリカ人好みの A1 ソースが今も多く使用されている。中国には、 19世紀末から20世紀初頭にかけて、香港や上海を通じて伝来し西洋料理店を中心に広まった。春巻きや、作蝶灰、生鮮まんじゅう、山竹牛肉球といった関東料理や上海料理で使われるようになった。1933年には、上海で、大抗機配上海柄上油と呼ばれる、国産ウスターソースも生み出され、定番の調味料として用いられている。 ありがとうございます。